お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらちょっと上の4枚がね軽く調整がね入りましたというので、そこをちょっとね少しだけ触れていこうかなと思います。でゴーストとヒーラーがですね、少し前の修正で浮遊能力がついたんですよ。こうタワーの上を通ることができるようになったりだとか、なんかユニットスケで囲めなくなったゴーストはとかがあったんですけど、そういうことがね、なくなりました。なので1個前のゴーストに戻ってけど橋は渡れるバージョン、みたいな感じですね。なんかゴーストとヒーラーってこうバルーンだったり、スケルトンドラゴンとかをこう押したりだったり、なんかすれ違ったりだとか、そういうことがあったんですけど、そういうのがねなくなりました。このゴースト見てもらえればわかるんですけど、ちょっとこう内側にね行くようになった。なんかこう歩くルートも若干内側寄りになりましたね。なのでめっちゃ端っこに出したゴーストが施設に釣られなかったりとかがあったんですけど、前よりはちょっと釣られやすくね、なったというとこでは、ゴーストは気持ち解放されましたね。なんか慣れてますね、本当に。なんかこう、好きな子に告白して振られたかのようなね、感じになってます。ヒーラーは、こう逆に、エリゴレの後ろにつきやすくなったと言いますか、先になんか、行かなくなったんですよね。なので、ヒーラーね、ちょっと使いやすくなったんじゃないかなと思います。橋はね、両方渡ることができますね、というような、調整です。ケラは1個前に戻りました。本当に、ただそれだけですね。めっちゃ隅っこに湧くようになったの、修正がなくなったって感じで、エレージャイですね。あと反射ダメージが、こう、ユニレベが、1でも2でも3でも4でも、7でもか。7でもかわかんないですけど、ユニレベ何歩からスタートなんだ、これは、スーパーレアは。6からかな。6でも、13レベでも、一緒だったんですよね。反射ダメージ。攻撃された時に、やり返す。誰にでもね、平等に やり返すよっていうエレージャイだったんですけど、ユニレベですね。ユニレベによって、やっぱ反射ダメージの量が変わるようになりましたよという形ですね。なんで、タワーレベル9だと、反射ダメージ159ですけど、これはレベルが何歩なんだ？マックスか？マックスだと、230ね、反射ダメージしますよというような感じの修正がなりましたというわけでね、このエリゴレがエリジャイですね。はい。エレつながりなんですけど、エレつながりでもねえな。絵しかつながってないんですけど、今日これやっていこうかなと思います。でもエレジェイの反射ダメージが上がったからといって、ものすごい強くなったわけではないかなというふうな感じですね。前よりは使えるようになったかなというぐらいですね。はい。今回調整されてヒーラーもね入ってるんで見てもらえればわかるんですけど、このヒーラーここに出すと、もうまっすぐねピューンって行ったのが、こう横に行ってみたいなね、なんかカクカクっていうかな、んかすごいね面白い移動の仕方をするようになりました。橋はねちゃんと渡れます。さあというわけでですね、今回ってホバですね。なんかこういうホバとかすごい嫌ですね。ホバリングババクはですね、ザッピー親衛隊ロイホグ、すごい陸が多いデッキだと思います。エリジェイがね、施設に弱いんですよね。施設が弱点なんですけど、ユニットにはこうやり返すんですけど、施設がねマジでヘボいんですけど、今回はババコエラーがいない時に壊れるタイミングとかのエリジャイだったりだとか、単純に光栄ですね。ライドラベビドラが生きるので、全然勝ち目はあるんじゃないかなと思います。さ、このね、とりあえずね、これ、あれだな。ちょっと待って。俺のライドラマジで残してほしいな。残んねえかな。いや、残る。待って、あとは祈り。いやー、でけえ。で、なんならこれに、ESP 添えてね、E5 でしたね。それさすがに E5 受けちゃいましたね。今回相手がね、対空がザッピーとホバリングと5しかないんで、僕のこのドラドラですね。はい。このドラドラを、延命してあげれば、多分ワンパンできると思いますね。このLJは、最後頑張ってくれればいいかなって感じで、ケツLJとかでいいと思いますけど、待って、ヒーラーとミスった。今のは、ケツエリジャイとか言ってましたけど、ヒーラー出してから、
まだ様子見ようと思ったんですよ。ババコアが残ってるんで、まあこいつが出しゃぶりですからね。まあ一旦行かしてあげますか。一旦行かしてあげて、これライドラもまあ組んで、よいしょ。で、ホパとか来たら全部トレネで吸いたいですね。まあエリジェイのね、このカウンターがさ、どれほど優秀なのか見せておくれ。あれ？エリジェイ？サボってね？あいつ。ちょっと待って待って。めっちゃサボってるでしょ。いやでも、この、エリジェイはサボってるんですけど、周りがね、エリジェイ以外が、ちょっと待って。エリジェ以外がめっちゃ頑張ってんすよ。そう、まあ、まだね今回この試合だけだとエリジェの強さがちょっとわかんないかもしんないんですけど、気持ちね気持ち、本当に気持ちだけ反射ダメージが強くなったんで、まあこう前よりはね意外と増えるんじゃないかなと思います。なので小物を使ってる人とかからしたら結構ね辛いねお話なんじゃないかなと。とりあえずトレネで引っ張っちゃって、ヒースピもねいい感じに当ててあげて、このヒーラーがね、いや、エルジェイ？エルジェイ？エルジェイなんかサボってますね、あの子全く通んない。まあでも本当に弱点が施設なんですよ。なのであの施設があったらしょうがないと思っていいかなと思います。でこのヒーラーですね、これ横に行って、そうですね、タワーの上行かなくなったんでね、まあ、そういう風な感じでちょっとね、おとなしいヒーラーになりましたね。さあ、これは、まあ、トルネで回復もしつつ、やばい！いや、めっちゃいい、佐藤。佐藤はめっちゃいいけど、一回我慢ですね。で、僕、本当にこの試合マジで、微妙というか、見ててそんなかもしれない。ふふふ。LJ 全然ハンドラかんやんけっていう感じなんですけど、まあ、あと僕、イモれば勝てるんで、イモしてください。あ、でもこういうところでエリジェイがもしかしたらカウンタービリビリで、ね、カウンタービリビリがめっちゃいいのかもしれない。相手はまあ削んなきゃいけないんでね。さあ削りに来てます。まあ僕はまあ攻めようと思えば攻めれるんでね。ちょっと攻めてあげて。いやでもババコヤいるな。ババコヤ置いといけばロイフグ最後来ても耐えれるんで。よし、いけ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 。もうエリジェイいらないから。ただのヒーラーチンパンしてるだけなんですけど、まあまあこれがね今回だからババコヤだったんですけど、まあ施設がない相手とか、まあメガがないと枯渇ですね。メガないと枯渇は常に苦しいですね。とかまあ小物だったりだとか、まあラバとかにもこうラバの公園のインドラとか、まあそういったユニットとかにも、まあ、非常にエリジェイは刺さると思うので、まあ、インドラとかのメタではねすごいあるんじゃないかなと思いますね。さあ施設以外引きたいですね。施設以外、まあ施設入ってないデッキもなかなかないですけどね。トリトンとか、トリトンだったらなんなら逆に嫌だみたいな、引き抜けとされちゃうしみたいな。まあ後半まで8コスなんで出せないんですよね、正直なところ。そう、重たいんでね。なんで逆に簡単に出してしまうとこうすぐね金抜けとされたりだとか、まあ餌になってねフルカウンターされちゃうとかあると思うので、ファルチェ、まあ、ファルチェとかだと逆にこうエリゴレファルチェで溶かされて4コス取られたっていうのが、まあ、エリチェだとそういうのがないので、まあなんかこう逆にねどうなんだろう、いいのかな、4ワード上げなくて済むっていうのはいいけど8コス使うって感じですね。さあこれタレババ咲いたから多分フリーズまで相手してきましたね。いやーこのタレいらんかったかな、やばいや。でもここでこのエレジャイがいけるといいんですけど、まあこれがまあ後半だったらね全然あるんじゃないかなと思います。しかも今回インフェルタワーだな、まあ、まあ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 インフェもねなかなか嫌ですけどね。とりあえずいやババが多いな、ババコヤ置こうかな後ろに。今回相手スケラだったんで、まあスケラここに置いとけば結構ババがね受けてくれるという風な形です。ライドラもスケラ受け結構優秀なので、まあ、ベビーライドラ。あ、なんならエリジャイでもいいですね。エリジャイのカウンターでスケとかするんで、まあ、内側だけ、どうにかなんかやってあげれば。いや、これ、組んでいいかな？ちょっと組んじゃいますね。さあ、今回ファルチェですが、エリゴレだと、ここでエリゴレ出すと、やばいんですけど、まあ、エリジャイになってることによって、このファルチェにもね、自ら戦いに行けるっていう、強みをね、発揮していくぞ。いや、いけるぞ。だってスケルトン部隊とかも、ボコボコにできるっすもんね。あ、待って。ボコボコにされる。
待って、ボコボコに。あはめっちゃいいフリーズされた。あ、でも、いや、でも頑張れる、頑張れ、頑張れ、頑張れ。いや、竹がいいぞ。いや、竹がいいぞ。さあ、ビリビリが。ビリビリ。いや、待って、待って。まあまあいい。まあまあいいぐらいだな。うん。いや、もうちょっと耐えましょうか。もう一回、まあ、スケラ来たら、まあ、ビビで耐えれるし。よしよし。いや、このエリジャイがね、いや、さては相手、エリジャイに苦戦してるだと。そんなことがあんのか。いや、でもこれあれなんだよ。あの、タルババで竹取りたい。タルババで竹取って。で、ライドラでチェーンして。オッケー、めっちゃいいめっちゃいい。なんなら攻め取るにして。いや、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。待って、あは！いや、さすがにそれはね、いいフリーズなんですけど。いや、頑張れ。あ、エリシェ？エリシェどっか行った？待って、さっき、あ、これ、スケルトン持った。カモン！いや、って、エリシェイマジで、頑張ってよ、お前。この、え？まあ、多分勝ったんですよ。このヒーラードラドラが多分止まんないんで、勝ったんですけど、いや、マジで、エレジャイか？でもってどうにかしてエレジャイのおかげで勝ったことにしたいんですけど、まあ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 、ちょっともう一戦行きましょうか。でも今回は、こう、スケルトン部隊の突破だったりだとか、まあ、エレジャイなことによって相手がこう、スケラをね、ちょっと打てにくい場面、打ちにくくなったりだとか、まあ、ファルチェに対してとか、非常に強くなった、部分があるんじゃないかなと思います。まあ、なので、こう、エリゴレだときつかったファルチェだったり、まあ、ウィザードだったり、まあ、そういった範囲攻撃、バルキリーとかですね。まあ、そういったものに対しては、すごいね、エリジャイの方が優秀なんじゃないかなと思います。まあ、エリゴレでもいいと思うんですけどね。まあまあまあ、どっちもありではありますね。もしかしたら、こう、世界大会とかもね、すごいエリジェが入るかもはね、ありますね。まあ、トロ5000とか6000とかで、まあ、フルカンストのエリジェドーンとか出てきたら、結構悩ますけどね。まあ、本当にでもメタカードは施設なので、まあ、施設入れるのをおすすめしますね。よいしょ。さあ、とりあえず、もう前半耐えるだけですね。今回相手、インドラタルババ、ポイズンですね。これ、ライドラ、キング起動されると結構悩ますね。いや、俺、めっちゃエリアド取ったな。で、こう、普段、エリゴレだったら、なんかね、早い段階で出しちゃうと結構フルカウンターされたりですね。まあ、折れたらいいんですけど、折れなかった時に、まあ、フルカウンターされるのがあるんですけども、今回、あの、LJ なので、こう、アド取ったら組んでいい説がありますよね。しかも、あの、インドラ来ても攻め取るねで全部なんとかなるんですよ。これ、インドラやりてえな。待って、いや、これ、待って。いけるぞ。LJ がタワーにさえ届けば相手強いんですよ。そう。タワーが殴るたびにカウンターするし、自分も攻撃するんで、タワーにさえ行けば強いから、いや、でも今ので結構入ってるんで、ミリ残りでね。ミリ残りで、まあ、1000ぐらい与えてくれたっていうところには、優秀なんですけど、届いた時にはもう HP がないっていうのが残念なところですね。さあ、インドラ。これ、ポイズンだったんですけどなーとかかな。あ、これ、エレジャイでもいいですね。このインドラというのを受けるのに、エレジャイで受けて、そのままカウンターっていうパターンもすごいありだと思いますね。いや、これなんか悩みましたね。いや、痛ぇ。いや、結構いかれますね。さあ、とりあえず守ってフルカウンターを狙っていきたいと思います。とりあえずね、低めで出して、あれをね、こう、どう、これヒーラーとかでなんか回復してあげたらいいんですけど、ヒーラーがね、ちょっと、あ、ラムライダー来ちゃった。でもライドラがいる。いや、ここで本当はエレジャイをね添えたいの。エレジャイを、これエレジャイ添えれないっすね。一回、これもう一回ババクを置いておき伝えますね。相手は普通のメガラムか、ただのメガラム説はありますね。さあ、左サイドは無視で大丈夫。これなんならケツエリジャイとかダメなのかな。ケツエリジャイ説あるっすね、ここで。まあ、逆サイ来たら許容だし、今ポイズンも打った。これいけますよ、マジで。ワンパンできますよ、マジで。インドラがね、全く怖くないっていうのがありますね、エリジャイだと。まあ、ライドラいるんでもともと怖くないんですけど。さあ、これあれっすね、しっかり防衛しないと相手のね、うまいっすね。で、これちょっと手前に吸わないと、あの、インドラのね、リス
ビリビリがちょっと怖いんでね。いやでもなんか勝てそうあれめっちゃ削るっすね。やばくないですか。気づけば200なんか気づけば200。カウンターがね、あとビリビリによって相手の攻撃速度もちょっと落ちるので、まあそういう部分ではミリ残りでもめっちゃ戦ってくれるっていうのはねありますね。こうやってもう橋前エリジャ行ったら勝てそうですけど、さすがにヤンキーなので一回持って完璧に防衛します。待って、ライドラサボりすぎじゃない？ちょっと待って待って、やばい、俺のライドラマジでサボってる。やべえこれ、ライドラ逆サイ、ババコヤがあれば耐えれそうですね。ババコヤを構えてチェーンあって、オッケーオッケー、これもう待って待って、インドラ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 、俺のヒーラー役のヒン、タギがさっきからやばい、タギがさっきから悪いが、いやオッケーオッケーオッケー、もうこれはね決まりましたね。まあエレジェイのおかげで勝てたと言っても過言ではないですね、これは。さあ、エレジェイが、うーい、来たー。エレジェイは最後ね、まあ、見てましたね。はい、というところで、今回ね、まあ、この4枚が修正されて、スケラはまあ元に戻った。そんな変わんないですけど、で、ゴーストは、もうそんな変わんないけど、ちょっとね、こう、スケとかに弱くなったかなと。ヒーラーもまあ、あんま変わんないですよ。まあ、LJ はちょっと強くなったという感じで、ぜひね、この修正されたカードたちもね、使ってみてください。というわけで、僕のね、おすすめは LJ です。よければね、チャンネル登録と高評価とコメントもね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。